パリ五輪第4日、体操男子団体決勝、29日、ベルシーアリーナ。体操男子団体総合で日本は25、259、594点で金メダルを獲得。2016年リオ五輪以来、2大会ぶりに団体で五輪王者に返り咲いた。予選主位通過した最大のライバル、中国との一騎打ちを制し、王座奪還を果たした。中国は悪夢を見た。 男子団体総合で3大会ぶりの頂点は目前だったが、最後の鉄棒で小弱党が着地で膝をつき、続くソウェイトクは2度も落下。エースの長広常は銀メダルにとどまって残念。みんな、とてもがっかりしていると承知した。負傷選手の代役として開幕直前にメンバー入りしたソウェイトクは、申し訳ない気持ちでいっぱいと肩を落とした。体操王国。 の威信をかけて王座奪還に力を注いできたが、五輪の魔物に飲み込まれる形となった。SNS には、鉄棒で致命的なミスを犯したそう心配する声が相次いだ。2008年北京五輪の野球で2度落球した GG。佐藤氏を引き合いに出し今ではそれを明るくネタにして生きている GG。佐藤のように生きてほしいなとのエールもあった。